シェアブヤローをご覧いただきありがとうございます。ニャコです。僕らです。今日はビーチ巡りということでやっていこうかと思います。声じゃないみたいな。しかも増えてるし。ニキガケか。レスキューですよね。ここから船出せるのかな、もしかして。ここにレスキューか。大変だ。パラセーリングしてるのかな、向こうの方。そうですね、パラセーリングしてる。発煙筒？あ、違う、パラコラか、あれは。広いところになるでしょ。広いアクティビティの中で何かが起きた。
あ、雨ポツポツしてきた。この辺は歩道が赤く塗られているので駐車しないでねってなってます。ここ海ミニビーチパーク、ここ海、ここなのかい。あーすごい、全然磯臭くないのがびっくりで、曇っているけどいい青。こんにちは。こんにちは。おー、かざす感があるね。東映だっけ。はアネラサスペンス劇場の。てんてんてん。いやー楽しい。ずっと見てられるね海って。発見バカできるなった。うい。生き物だね。釣りを始めました。ビーチ巡りということで岩場がたくさんありますね。殺人事件が起きたとかいう、あの噂のですか。ここはチャイナマンズウォールじゃなくてチャイナウォールズにやってきました。熱い熱い、岩の照り返しがすごい熱いです。あ、現場です。あの有名なアネラ殺人事件、アネラ殺人事件なの？アネラ、違う、アネラさん殺されちゃったの？アネラサスペンス劇場ですね。ごめんなさい。もう捕まるしかないね。捕まるしかないね。いろんな YouTube の方の動画見まして、ジノさんとアネラさんとご紹介されてたりとか、アルファセンスコンプリートさんのドライブ動画結構参考にしてるんですけども、してみたいなと思いましてやってきました。さっきまでちっちゃい子たちがサーフボードで泳いでたね。ここ、ここね、絶対無理、絶対無理です。ちょっと晴れ間は覗いてるけどほぼほぼ曇りですね、これは。うん、安定のどん曇りです。風が今日涼しくて涼しいね、涼しいね。お巻いてるよ、巻いてるよ。お父ちゃんが巻いてるよ。お向こうでジャンプしたけど、情報が多い。引いてるのは何ですか。引いてるよ。何どうした。寝がかりさ。ギリギリまで来ました。ジャンプで入ってる人もいます。こんなぐらいの高さなんだね。まあ確かにピョンって飛び込める感じはするけど、こう波が来た時のが怖い。打ちつけられ感がなかなかハードだよ。
はい。ありがとう。もう一回見て聞いた。